12回異世界の怪物標本フロアでございます。ランナ、人間が謎の寄生菌により感染して間もない状態。通常の人間は感染してから遅くとも2日でこの状態となる。外見は感染前と大差はないが、感染前の知能や人格は失われており、凶暴になっている。身体能力は高く、名前の通り人間を発見すると走り寄り、素手での殴打やつかみからの噛みつき攻撃を仕掛けてくる。常に集団で行動する。ストーカー、謎の寄生菌に感染した人間。感染者の第2段階。感染して2週間から1年間、頭部がキノコ状に変異しかけているが、まだ人間の原型を止めている。名前の通り物陰に潜み、プレイヤーを発見してもすぐには仕掛けてこず、背後から奇襲しようとする。身体能力はランナーと大差はないが、ランナーよりも視力が悪く、聴力が発達している。攻撃手段はランナーと同じ。クリッカー、寄生菌に侵された人間。感染者の第3段階。感染して1年間以上、頭部が大きくキノコ状に変異しており、人間だった頃の顔が全くわからない状態になっている。視力を完全に失っており、代わりに聴力がかなり発達している。名前の由来であるクリック音に似た鳴き声を発し、その反響音で獲物の位置や周囲の地形を感知する。獲物を感知すると走り寄り、つかみからの噛みつき攻撃を行う。生存者に気づいていない時、顔を引っかいていることがある。これは意識はないものの、本能的に感染に対抗する宿主の意識の痕跡が残っていることを示唆する。ブローター、感染者の第4段階。感染して数年間、全身がキノコ状の腫瘍に覆われており、元の人間の面影が完全になくなっている。体は鎧のように硬く、銃撃に対する耐性が非常に高い。他の形態とは異なり、生存者を掴むと両手で顎を引き裂く。また、生存者が離れていると胞子の塊を投げつける攻撃を行う。この塊が破裂すると、一定時間その周囲に胞子が充満し、生存者はその空間にいると、胞子が器官に入り、体内からも攻撃を受けることになる。一方で火を最大の弱点としており、火炎瓶や火炎放射器での攻撃には脆い。コロニー、現時点の感染者の最終段階。ブローターからさらに感染が進み、生命活動を終えて死亡した後の姿。死んだ場所と一体化していき、キノコのような物体や触手が生える。この状態になると胞子を大量に散布し始めるので、付近を通る際はガスマスクが必要になる。